はい、おはようございます。今日は、高ミックチャンネルとこの四国をちょっとだけ走りたいと思います。はい、昨日ね、高ミックチャンネル止めてもらってお世話になりました。いや、美味しいご飯とね、最高のお風呂、良かったと思います。とりあえず今日は結局うどん食べてないんでね、うどん食べに行こうかいう話になってますけども、多度津というところですね。香川県の多度津から、海沿いを、今そのなんだ、瀬戸大橋方面に向かって、行ってます。丸亀市ですね。丸亀製麺で有名な丸亀でございます。はい、今日は快晴ということで上着を着ずに、あ、手袋がない、あれ手袋、あら、どあら、多分高ミックチャンネルの駐車場で落としてきたかもしれん、手袋。はい、まあいいわ、高ミックチャンネルにまた後で送ってもらおう。ちょっと聞いてみよう。あのさ、手袋忘れた。あ、ガソリンスタンド。いや、ちゃう。多分あそこの駐車場で落としたかもしれん。戻ります。いや、戻らんでいい。また見といて。ああ、そうなんですよ、手袋100均で買いますわ。まさかですね、まさかの、まさかの手袋が。どう、いや、僕あのバイク乗るときに見かけたんですよ、手袋。どこやったんかな。まあちょっとそこは。でだからね、上着着たらめっちゃ暑いけど、上着着てなかったらちょっとこのジャージだけでは、まあ、ギリギリかな。宇多津海林公園道の駅で、このなんやろな、讃岐街道を今走ってるんですけど、こっちの国道11号線であるじゃないですか、取り締まりがめっちゃえぐいらしい。だからとにかく僕は、まあ岡山も含めてなんですけど、うわ、陶磁器がめっちゃある。もう今日と明日ぐらいはほんまに気をつけます。でもね、夜とかでちょっと気も緩んできたらバイパスとかでファーってスピード出ちゃうんだな。それ偶然行かれたらね、きついですよね。そこをどう思いとどまるかっていう、はい、頑張ります。高ミックはもうあれがここの富士山らしいです。有名らしいです。何富士って言ってたかな、丸亀富士ちゃうわなんとか富士って言ってましたよ。結構スイーツ多いねんな。おっと、高ミックはこの辺りの誰も並んでないうどん屋さんには目もくれず走っていきます。さすが2の行くところはもしかしたらもうえらい混んでるらしいです。あれ何町って読むの。飯野町、丸亀市飯野町にある吉屋さん来ました。吉屋さん、もうあの入られへんぐらい満員です。入られへんぐらい満員です。よっしゃ、純手打ちうどんできました。純手打ちうどん、よっしゃです。バーン、どんなメニューがあるかちょっと見たいと思います。定番がさぬきもち豚の肉うどん。はい、ゲストの方にお伺いします。です。誰がおっさんやねん。どうもありがとうございます。はい、日本一周途中に誘っていただいて来ました。で僕もね、うどん結構好きで食べるんですけど、もう今丸亀製麺とかもあるじゃないですか。そんな違いがあるかどうか、ちょっとじゃあ違いがあるかどうかだけまず確認しますね。全然違う全然違うじゃん、これツルツルしてるし、これ大好きなんですよ。喉越しがある。一角と
一緒で鶏が好きだね。鶏がもうスープも透明で好きな感じで、豚骨とはまたちゃうんですよね。これあでなんかほら無料でなんとかオイル入れてるじゃない。オイル入ってる。オイル、そう、鶏のオイル入ってるんですよ。だから多分めっちゃ美味しいんですよ。オイルやばい。マルカネタイムだけど、やっぱり見かけてもやっぱりまあ一貫のものはするし。はい、食べてみたいと思います。喉越し鶏塩の鶏汁というか厚さ絶妙すべてが、ね、おスープも全部いけます。余裕です。ありがとうね、タカミックチャンネル。タカミックチャンネルってジャッキーチェン の敵役で出てたカンフーの達人で水拳がなんか出てなかった似てるよね、若干。絶対ちゃ龍拳かな、なんか の, めっちゃ強い敵の人に髪の毛ビャーって長くしてカンフーの服着たら多分顔一緒やと顔。なんか髪の毛をリーゼントにして、リーゼントちょっとしてこのサングラスかけてめっちゃこう分けてリーゼントにこう跳ねて、でヒゲもちゃんとあやった、誰も近づいてこいと怖い人やな。やばいです、めちゃくちゃオイルが漏れてきてます。もうこんな垂れるぐらい漏れてたらちょっとほんまにやばいです。もう、あ、やばい、帰らないと原因が分かりました。ここ傷あるじゃないですか。僕倒れた、転倒した時に多分見てください、一直線上にここにあるんですよ。ここがこうやって傷ついてんのは転倒した時に傷ついてるんですよ。でちょっとずつインナーチューブのシールを痛めてたんですよ。よく見たらここのブーツが切れてるんですよ。ここが切れてるんですよ。だから転倒したことによるインナーチューブの損傷で、微弱に漏れてきた、インナーチューブがだんだんひどくなってきたっていう、これ推理ですね。転倒せえへんかったらよかったん。転倒せえへんかったらこんなことなってなかった。全ては転倒したせいなんですよね。これは早急に帰ってインナーチューブ、まあ、インナーチューブはあれと処理するとして、インナーシール、シールをなんとかしないとダメですね。これで旅を続けるのはちょっと難しい。早急に大阪帰りたいと思います。辺のどこやったかな、牛野さんに会った長野県から帰り道で僕は倒れたんですよ。もうあれから3000キロ以上走ってるのを考えると、まだほんまにオイルが全部できてるんであればこんな風にハンドルが取られることないんですよ。まあ、ちょっとこうなりますけど、まあ、別にまだ大丈夫なんですよ。で、なんか下に滴り落ちるぐらいにポタポタ鳴ってるように見えたのは、その純然たるオイルがそれに出てるわけではなくて、その倒れた時にフォークブーツカバーに穴が開いてたんですよ。でその穴から昨日僕雨の中走ったんで、その雨とちょっと周りに漏れてぐじゅぐじゅってしたオイルが混ざり合って、それが下に垂れてたんですよ。粘度が薄くなって、僕はそれやと見てます。はい、だからまだ僕の左のインナーチューブは
ギリ大丈夫やと思います。で今ティッシュをフォークブーツの中にセットして、オイルが外に漏れ出さないようにはしました。でこれ手離すでしょ。でこれでおかしかったらもう思いっきり完全に左右下がったらもっとハンドルぶれるはずなんですよ。まだこれ走れてるうちはこれまず僕大丈夫やと僕見てます。はい、倒れた時と逆算して走行数を考えると、でもだからといってもうここからそんな、キャンプ地に行くとかどっか行くとか山走るっていうとどんどんこうなるんで、そうなった場合になんていうかな、まあ、危険を伴うわけじゃないですか、もしかしてってなると。だからあんまりこうバイクがガタガタならへんように帰らなダメなんですよ、大阪までね。だからもうどうせ瀬戸大橋に乗っちゃうんで、瀬戸大橋に乗ったらそのまま高速で大阪に岡山を経て帰ろうと思います。今回はちょっと悔しいけど、岡山でほんまやりたいこともあったんですけど、今みたいにこうババンってギャップを今行きますよね。ああなった時にどうなるのかっていうことがもう頭で分かってる以上もう多分走行を楽しめないので、ここは安全をとって、で和歌山に向けて今シェイクダウンさんに大阪で、パーツの方を発注しました。なので、土曜日の夜にしか来ないんですけど、なんとか土曜日の夜に、フロントフォークをオーバーホールして和歌山の、本番には間に合わせようという作戦にしました。はい、ここもう一個、そうそう、あ、ここしっとりなんかここにしよう。これバームクーヘン、これバームクーヘンのなんとかってちょっと気になったんです。これが気になってここいいなと思いまして、はい、このブランさんにですね、ちょっと飛び込んでいきたいと思います。こんなね、いろんな商品、タルトとかね、ケーキとかたくさん売っております。これも本当は美味しいそうですね、イチジクタルト。この中からカッサンが選んだのですね、こちらの黒トリュフマドレーヌです。さあ、早速食べてみましょう。はい、ということでですね、ブランさんで購入したですね、これちょっと珍しい、僕こんな食べたことない、この黒トリュフマドレーヌ、これしかも新商品なんですよ。はい、で他に卸もしてないっていう、ここでしか買えないということで買わせていただきました。焼き菓子ね、エネルギー450カロリー、すげえ。いただきます。まず見た目ですよね、まず見た目見てほしいんですけど、だってマドレーヌでこの大きさで550円ですからね。はい、トリュフが入ってるんでしょうね。こういう感じでトリュフが入ってます。じゃあ食べてみたいと思います。なるほど。普通のマドレーヌの食感の中にプチプチとしたトリュフがこう見え隠れします。うん、ちょいちょいトリュフを感じるんですよ、ちょいちょいトリュフ。変な話、一口100円ぐらいのイメージ、一口100円ですから。噛み締めたくなりますよね。まあお菓子とかってやっぱりプレゼントとかサプライズで買うこと多いじゃないですか。だからまあ送る人をね驚かすという意味でもこれ何個かねまとめてこうこれ珍しいでしょみたいな感じでプレゼント、もしくはこうちょっとびっくりさせるっていう贈答品にもいいかもしれませんね。ブランさんの
はい、フロントフォークの漏れ具合もですね、中にティッシュを入れて再チェックしたんですけど大丈夫でしたね。うん、やっぱり推察するに昨日雨の中走ったんで、その雨で走った雨がオイルと混ざり合ってちょっと垂れ気味に見えただけで、そんなガバガバで漏れてるわけではないっていうのが推察です。なので今ティッシュでオイルが多少ちょっとこうコートしながら、大阪まで普通に戻れるというと思います多分。はい、なのでちょっと日が暮れたら分かります。高ミックと結構ちょっといろいろ話しててですね、岡山に入りたいと思います。はい、岡山に入るために今ここにまでやってきました。インター手前ですね。ちょっと高ミックに挨拶を。そうだね、お世話になりました。ありがとうございました。今度まだ細道行きましょう。はい、細道、何のバイクかちょっと分かんないですけど。さあ四国を離れるために瀬戸大橋岡山方面右側車線、右側車線へ。ちょっと高速走ってインターで休憩すぐ入れて、でそれでちょっと実家の父ちゃんの土産と、あとそれとそのあれですね、インナーチューブの感じみたいなのもちょっと見ますね。うん、いやダブルでよかった。本当にダブルじゃなかったらここ渡れないですからね、しまなみ海道逆戻りしなきませんから。それ考えるとめちゃくちゃ、高見っ子お世話になった、ありがとうございます。はい、やってきました NSR です。僕が昔に販売した89が先週まで動いてたのに今エンジンかからなくなったということで、私助けに来ました。この89は本当にエンジンがもう一度かかることができるんでしょうか。関山チャンネル。